はい、では、今日使うですね、レゴのエアポート空港を作ります。うわお、かっこいい、かっこいいね、やっぱね、かっこいいね、ね、さあヒロピー君作ってます。ここまで見ましょう。連結、連結、でかいな飛行機、いいね、かっこいい、うわかっこいい、今作ってます、作った。出来上がってまいりましたね。ありました。もうちょっとだ。もうちょっとだ。さあ最後のパーツ。はい、皆さんこんにちは、ルーミーズ武井でございます。そしてヒロッピーくんです。今日もよろしくお願いします。どうもお願いします。先ほどですね、ヒロッピーくんにこの空港を作ってもらったんですけどね、今日プラレール第4弾空港のある街というのをテーマに作っていきたいと思ってます。拍手ということで、今日使うですね、他にも駅とかねたくさん使いますけども、ちょっとご紹介をさせていただきますので、飛行機、いいね。はい。これは、うん、かなり大きいですよ。うん。ここがまず取れます。ほう。取れて人は。ちゃんとコックピット見えんだね。ここはちゃんと。おー、リアル。こうやって開きます。リアル。なるほどね。これは。うん。次のギミックは。こんな感じ。おー、中も見えるんだ。結構大きいですね。ここに、うん、で、すごいのがこの蛇口です、うん、蛇口？おう、ここに蛇口が、飲み物を飲む水が出る蛇口ってことですか、はい、あ、なるほどね、細かいってことですね、はい、なるほど。はい、では続きましてこちら、これ空港ですよね、いわゆるね、建物の方、はい、これはどうかギミックがあるんですか、うん、はい、このバッグですね、はい、このバッグを、はい、この中に入れて回すと出て、うん、なるほどね、あー本当だ、こんな感じで本当だ、こういう人をこうやって入れたら、うん、はい、こうやって入る、はいはいはい、ここになって、なるほどね、ぐるぐる回るわけね、そこがね、はい、はい、なるほど。ここに改札が、ここになんかこの店のなんか改札みたいなのがある。改札っていうかレジのことですか？ああなるほどね。これで、はい、なんかバッグを預けて。なるほど。レジというかカウンターってことね。なるほど。車もついていると。荷物は。なるほどね。はい。はい、で今日は空港のある町ということで今日使う電車は、はい、まずは成田エクスプレス。おお、成田エクスプレス、いいね。はい、こんな感じ、おー、いいね、正面から OK、 みんな大好き成田エクスプレスだね、はい、 OK です。次はまあスカイライナーね、一番搭乗回数の多いスカイライナー8両編成でございます。はい、これ大好きだもんね、はい、ね、これ大好きだよ。はい、続いて、はい、新幹線100系新幹線ですよ。これライトがつくんですよね、走るとね、はい、これはですね、僕のリクエストです。で、今日新しい電車、どれでしょうか？まあ皆さんね、もうさっきからここにいますからね。はい、今日ドクターイエロー。はい。ドクターイエローを走らせたいということですね。いいね。うんうん、いっぱい書いてある。これもなんかあれでしょ、なんかが出るんでしょ、光とかが出るんでしょ、なんか測定用のレーザーが出るっていうね、
パキッズが一体ついてるわけです。一体ついてね、了解了解。屋根が白いんですね。ちょっとですね、今ねびっくりしたんですけど、6両編成なんですが、これね、1車両目1号車ですよね。2、3、4、5、最後これ見てください。6両目7号車になってる。6号車ってのがないですね。あら走り走り。はい、では今日はこちらを始めます。はい、皆さん、いつもの通りですね、返信の方をしたいと思います。いきます、返信。どうですか、これで。どうバッチリ。じゃあルーニーズかましますよ。元気玉かましますよ。気合いの元気玉、せーの、ストラー。さあ元気をくれー、はい、ファイル。よし、もう一回やってごらん。もちろんこっち見てやってごらん、こっち見て。はい、おー、それで、見て、もっと見て、もっと見て、もう一回。イエーイ。では作りたいと思います。頑張ろう。 OK。
成田空港、飛行機、これ着陸寸前ですね。いいね、いいね、はい、いいね。だから感じとしてはこう、こうやってこうやって着陸してくるんですね。で、今日は日本線路を引いてますよね。外側と中側で、かっこいいな。今回もかっこいいね。飛行場かっこいい、よくできてる。これね、外側新幹線走らせるのね。はい、それではですね、この次の動画で、この電車を走らせてみたいと思ってます。ではこの次の動画でお会いしましょう。またねー。